イアン・ラムゼイは、オーストラリア、西オーストラリア州、パース生まれのサッカー選手。フィリピン代表。ポジションは MF もしくは DF。イアン・ラムジーと表記されることもある。オーストラリアで、スコットランド人の父親とフィリピン人の母親から、生まれたため、オーストラリア、スコットランド、フィリピンの三重国籍者となっている。シドニー FC で選手となったものの、その後、 ユース時代に在籍したニューサウスウェールズプレミアリーグのシドニーオリンピック FC に2010年に加入した。2010年7月23日には1年契約で A リーグに所属するプロクラブであるアデレードユナイテッド FC に移籍した。8月20日のメルボルンハーツ FC 戦では A リーグ初得点を含む2得点を挙げ、クラブの勝利に貢献した。その後、 かつて在籍したシドニー FC 相手に得点を挙げて2から1の勝利に貢献した。2013年4月8日にはメルボルンハーツ FC への加入が発表された。その後、同クラブはメルボルンシティ FC に名称を変えた。2015年5月13日にクラブから解雇された。2015年夏にペルシアンガルフプロリーグのトラークトゥールサーズイ、e、FC と契約し、 同クラブのメンバーとなった。はじめに試合で3アシストという、最先の良いスタートを切ったが、監督の交代により、出場機会が減り、8試合の出場のみに終わった。2017年1月、フィリピンのセレスネグロス FC へ移籍した。フィリピンフットボールリーグの2017年、ファイナルシリーズの決勝戦で、ハットトリックを達成し、勝利に貢献した。 タイのプラチュワップ FC と契約し、2018シーズンからデビューすると思われていたが、2018年1月にマレーシアのフェルダユナイテッド FC への移籍を決断した。2019年、スコータイ FC に移籍したいリーグ1に初参戦。2019年12月12日、以前に加入が噂されていたプラチュワップ FC へ移籍。彼はオーストラリアで、 スコットランド人の父親とフィリピン人の母親から生まれたため代表としては3カ国から選ぶ権利を有していた。彼自身としてはオーストラリア代表を志願していたもののオーストラリア代表からの招集がかからなければフィリピン代表も素晴らしいオプションであると述べていた。2015年5月にフィリピン代表として 2018FIFA ワールドカップアジア二次予選のバーレーン代表戦 イエメン代表戦のメンバーに招集された。6月11日のバーレーン代表戦で初出場。16日のイエメン代表戦の74分に初得点を挙げた。上述の通り彼はフィリピン代表に数多いハーフ選手の一人である。2015年に彼はフィリピン代表のメンバーの多くが純粋なフィリピンの地でないことに疑問を感じる人ももちろんいるだろう。 ハーフであろうとも、クォーター、スリークォーターであろうとも我々は自分のことをフィリピン人だと思っているし、国の代表であることに誇りを持っていると述べた。代表での得点一覧。ありがとうございます。